黒星石餅は、鈴木木鈴木亜木天竺大化に属する魚類。日本など太平洋北西部を中心に分布する。日本国内では東北地方や北海道の太平洋側にはいない。沿岸付近に群れており、大きな港や小さな漁港、岩場などに生息する。千葉県房総半島には数が少なく釣れるのはほとんどが念仏台である。 本種が見られるのは伊豆半島より伊南の地域で伊豆にある伊東港では本種の方が多く念仏代は少ない。比較的南方形で南に行けば行くほど本種の方が多くなる。日本以外では台湾やベトナム、中国東南部などの沿岸で広く見られるが産後礁域のため日本沿岸のものと生態に若干違いがある。生息環境は 藻場など海藻が多く生えているところや珊瑚礁の影や、ま、岩場などにも多くおり、繁殖期は隠れるところや縄張りを作りやすいため、藻場や岩場、漁港のテトラポットなど障害物の周りに集まる傾向がある。主に沿岸付近に生息するが、海岸沿いで見られるのは、水温が高くなる5月から、まだ水温が比較的高い11月までで低くなる冬場は、 沖合の水深10メートル以上のところで群れて生活する。そのため、比較的冬場は漁港などで釣れたりすることはない。よく禁煙種の念仏材と群れていることがあり、釣り人はこの2種をそれぞれ区別しているわけではなく、全て念仏材として扱われる。生態もこの2種は大変似ている。この2種の区別の方法は、下の近い仲間の見分け方で述べる。 海外諸国でも、本種を専門に取る者はいない上、ダイバー以外存在すら知らない場合もある。最大全長1 2 0トル平均的な全長は8 0トル夜行性である。本種も、校内保育いわゆるマウスブルーダーである。そのため、夏場繁殖期はペアで群れから外れ縄張りを作る。卵の保護は、基本的にオスが行う。 繁殖後メスは餌を捕食後また別のオスとペアを組繁殖をする。卵は孵化まで1週間かかり、その間オスは何も口にしない。オスとメスの見分け方は、繁殖期はメスは腹に卵があると丸い体型をしているが、オスは下顎の先が長く突き出る。これで雌雄の区別ができる。日本で底引き網によって漁獲されるが、 天竺大 A リニータスやマトイシモチエコリノタスなど一部の種類を除き、食用として利用されることは少ない。昼間は港など穏やかなところで群れながら漂っている。昼間はあまり釣れないが、夜は入れ食いになる場合があり、釣り場を移動しなければならない場合もある。繁殖行動は水がきれいであれば水中に潜らなくても校内でも観察できる。海外諸国では、 食用としての価値がなく、現地の市場でも見ることはない。主にダイバー関係者の間で知られており、それ以外では人との直接的な関わりがない。近い仲間で、念仏大大筋石持ちなどがおり、同じように沿岸付近に生息する。釣りでは主に下道として捨てられており、よく港で弱った個体が浮かんでいるのが確認できる。体色は綺麗なオレンジや黄色などである。 この美しい体色からか、金魚とも呼ばれる。基本的に飼育用としても流通していないので釣りをしている時に出会う魚である。展示大台化で鑑賞用として有名なのは、万、ま、う石ち、金銭石ち、糸引き展示大など一部である。釣りの時の下道として釣れたり、近海を潜ると見かけたりする。頭が大きいため食べられるところが少ない。本種を含め、この種は、 飼育可能である。しかし、知名度が低いため、詳しい飼育法がない。ここでは、念仏大及び同じ飼育法で飼育できる、黒星石持ちについて書くが、天軸大河全種に応用が効く。飼育する準備と基本的な知識まず、前述のように念仏大と黒星石持ちに同じ飼育法で飼育できる。この二種は基本的に共通した生態、性格なので、 飼育法も共通である。本種を飼育する場合、かなりデリケートなので、気が強い魚や噛みつく魚とは避けて飼育する。水槽のサイズは、最低でも60センチメートル水槽が望ましい。水温計があると何かと便利であり、安心して楽しめる。魚の入手法間商業店で購入もしくは自分で釣ることなどにより入手する。 魚導入水槽に魚を入れる際は他の海水魚や熱帯魚と同様導入前に水温と水質調整を行うこと。これを怠って早く入れると水槽内でショックし最悪の場合死に至る。だいたい30分ほど入れると良い。この作業は水槽掃除の時の移動時も同じことである。日頃の管理、特にまず導入してからの1週間は注意する。なぜなら この間に傷などによる死亡するトラブルが多発するからである。餌は3日目ぐらいから食べるようになるので乾燥餌のアミエビ、雑食性の魚専用人工飼料を与える。与える量は数による。黒星石餅には姿が似ている念仏台がいる。しかし多くの人はこれらを全て念仏材として区別することなく扱っている。見分け方として次の通りである。 念仏台は生息地が広くよく、ダッシュと混泳している。目の上を通るラインが背中まで伸びる。全体的に虹のようなカラフルな色合いに輝く。オスの個体には上唇の先に突起が突き出ている。黒星石餅は念仏台に比べ南方形の魚で、伊豆半島より西南の太平洋で多く見られる。千葉県の房総半島では、 念仏台が多く黒欲しいしもちは大変、少数派である。目の上を通るラインが短く目の上で切れる。しかし、このラインと直線上に、エラの上部に黒点がある。茶色、オレンジの単色。夜は金色に輝いて美しい。オスは、下顎の先が突き出る。この二種は似ているがよく観察すると違いがあり、すぐ溶かる。また、色合いも全く違い。 釣りなどで個体を見ると念仏台の方がやはり虹のように様々な色が出ているので美しい。ありがとうございます。